効果すごいじゃないか。いい声やるぞ。よし、シャドウ撃破だ。この感覚セーフ。いいところにセーフルームがあるじゃん。何かご用ですか？構成は順調かな？囚人を…さあ、計画隊です。これで良いのか？過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルス。引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。なるほど。よし。過度な力は破滅を招きますよ。貴様では扱いきれない。やめるの終わりですか？せいぜいあがけよ。おう、帰ったか。うん？おい。
おい。みんな集まってるぜ。よし、一暴れするとしますか。準備 OK？ それじゃあ行くよ。到着。さて、進むとするか、ジョーカー。よし。Thank you.
よし、行こうぜ。お宝とか絶対ここだろ。っていうか、なんか浮かんでる。何これ。そいつがお宝さ。ついに見つけたな。まあ待て、ここまで来れたら話そうと思ってたんだ。お宝は場所を突き止めただけじゃ奪えない。実体化させてやんないと。実体化？欲望にはもともと形なんてないからな。自分の欲望が狙われてるお宝だってことをまず本人に自覚させなきゃいけない。欲望を奪われるって強く意識させるんだ。それで初めてお宝は姿を現す。そんなのどうやってやるの？本人に予告してやるのさ。お前の心を盗むぞってな。予告状かよ。まさに怪盗じゃん。そうすればお宝は絶対に出るはず。またそれかよ。けどやってみる価値はあんな。これで潜入ルートは確保できたぜ。あとは現実で予告状をぶちかまして、お宝をもらいに行ってやるだけだ。いよいよか。足りめえだぜ。現実で予告状を出したら引き返せないぜ。まあ、その気になったら言ってくれ。アジトに戻って予告状を出してやろう。おう。到着。んじゃあこっからどうする。よし、
正体を見せろ。潜入者とは。よし、こちらの先生だ。この敵がダンだ。スカーでやるじゃないか。どうでしょうか。大勝利、イエーイ。勝利だ。よし、よーし。いいか？
よっしゃ。分かりますか？正解です。本番だ。覚悟できてるか？んだよそれ。いいか？いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。不安か？待ちくたびれた。上等だぜ。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任せてくれ。なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよなあ。いいだろ。おう、任された。
ちょっと本当に大丈夫？正体バレたりしたらこれまでの苦労が。分かってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。さてと。なるほど。よし。よし。予告じゃ？朝来たら貼ってあったってよ。色欲のクソ野郎、鴨志田卓殿。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取って、お前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の怪盗団より。あいつ、なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感はある。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の怪盗団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、
歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当聞いてるな。貴様か、こら。貴様か。お前らか。とぼけるつもりか。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨下の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。でかどうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。はあ、この輝き目にしみる。なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの？鴨志田の欲望なんでしょ。お宝。つうか猫が不自然にテンション高え。どうしたの？なんかいい加減にしろ、クソ猫。あ、いや、なんだ、レディの前でみっともない姿を。完全にキャラ変わってたし、一体何なの？自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって我が輩が人間ってことだよな。知らねえよ。とにかくお前ら運べ。命令ばっかしやがって。けど思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。これ持って帰っちゃえばパレスが消えるんだよね。それで鴨志田のやつも変わるはずだぜ。よし、今のうちだな。おんま、こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。にゃっ。よし、
これだけは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明、この世界のコアだからな。あいつ私のことあんな風に見てるってことよね。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様がじきじきにここで始末してやる。こっちのセリフだ、テクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。得だ？わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするなよ、取り柄もない凡人が。俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔さ。なんだこいつ。全部俺様の勝手だろうが。